用意するものは穴の開いたストッキング、虫の食ったセーター、着古したポロシャツなどいらなくなったものばかりです。ポロシャツは四角く切ります。セーターは少し細かめに切りましょう。そして穴の開いたストッキング、これは部分を 2,3 センチ切り取り、引っ張って輪ゴムにします。ポロシャツの凹凸のある面を外にして、中にセーターなど柔らかいものを詰めます。てるてる坊主状にしたら、ストッキングの輪ゴムでぐるぐると巻きます。少し緩んでいても大丈夫です。最後にこの部分を切り取るとタンポの出来上がりです。使うときは水の入った入れ物につけてぎゅーっと絞ります。何も入っていないプリンカップに絵の具を入れ、タンポでよく混ぜます。この時しっかりと絵の具をなじませます。そして試し紙に押してみます。網目がきれいに出れば成功です。水が多すぎるとべちょっとした感じに、少なすぎると映りません。少なすぎるときには指に少し水をつけて垂らすようにします。作品の背景に使うと早く仕上がります。敷き紙を敷いてはみ出しても大丈夫なようにしておきましょう。使った後のタンポはすぐに使う場合はこのまま置いておきます。水が足りない時には水を、絵の具が足りない時には絵の具を、足しながら使うとしばらくはこのまま使えます。またカラカラに乾燥してしまっても水をたっぷり含ませることでまた使うことができます。完全に片付けてしまいたい場合は洗濯ネットなどの袋に入れて、このままザブザブと水洗いをした後、さらに洗濯機で2度ほどしっかりと洗います。そしてこのまま吊るして乾燥させたり、新聞紙の上に広げて乾燥させたりして、次使う時まで保管しておきます。これで何年も繰り返し使うことができます。